七クマ。俺は真田伊織、社会人1年目の22歳。高校の頃から付き合っている彼女と同棲中なんだけど。スミレ、スミレ、起きて。にゃふにゃ。たく、朝が弱い彼女はまだベッドの中だ。ほら起きて。こうなったら仕方ない。くらえ、こちょ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 。朝からひどい目にあった。起こし方が日に日に手荒になってない？起きないスミレが悪い。だって伊織も昨日同じぐらい遅くまで起きてたのに、どうして眠くないんだろう。昨日は私が早く帰れたから早い時間にベッドに入って。ほら早く支度する。は、はい。ん？何に赤くなってるんだ？彼女の名前はユギスミレ。高校の同級生だった俺たちは、社会人になったのをきっかけに今年から同棲を始めた。今日スミレは帰り何時？今日は遅番だから。え、そうだったの？ごめん、同じ時間に起こして。ううん、こうやって一緒に朝ごはん食べたかったからいいんだよ。俺は食料品メーカーに勤めていて土日休みだけど、彼女はカフェで働いているのでシフト制。仕事の時間も休日も違う。それが一緒に暮らすことにした理由の一つなんだけど、俺に合わせて無理するなよ。大丈夫だって。それに洗濯もしないとだしね。それならいいんだけど。ほら早く朝ごはん食べよ。うん、いただきます。いただきます。私は柚木すみれ。高校の時に私の一目惚れがきっかけで伊織と付き合い始めた。私ばっかりが好きなんじゃないかって不安になったこともあったけど、こうして苦手な料理を頑張って朝ごはんを用意してくれると愛されてるなーって感じちゃう。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃいのチューしたかったから早起きしたかったなんて、さすがに恥ずかしくて言えないよね。さあ洗濯して夕食の下ごしらえもできたらいいな。夕飯何がいいかな。伊織に先に食べててもらうことになるから、温めるだけで食べられるように。夕飯よし、火の元よし、戸締まりよし、行ってきます。ここが俺が勤めているセブン&ベア。入社して3ヶ月、自分一人でできる仕事が少しずつ増えてきたところだ。真田くん。げ、小沢さん。彼女は職場で俺が最も苦手としている女性の先輩、小沢さんだ。なぜ苦手かというと、仕事を教えるからと何度もしつこく飲みに誘われるからだ。ねえ、取引先の面白い話聞いちゃった。そうなんですか。真田くんだけに特別教えてあげる。だから今夜飲みに行こうよ。彼女がその。真田くんの彼女、会社の人と飲むだけでやきもち焼いちゃうの？束縛系なんだね。真田くんかわいそう。いや、そういうわけでは。ただ今夜は食事を用意しておくって言ってくれたので。ちょっと。真田くんの彼女ってカフェで働いてるんだっけ？生活時間合わないでしょ。一人でご飯食べるぐらいなら私と飲みに行こうよ。どうしよう。あ、真田、ちょっと手を貸してくれ。あ、はい。小沢さん、すみません、俺ちょっと。ちょっと。林さん、ありがとうございます。俺ああいう時どうしたらいいかわからなくて。いいっていいって。俺も昔やられたからさ。そうなんですか。あの子、彼女いる男が好きなんだよ。略奪系っていうの。まったく困るよな。いいか真田、彼女が大事なら絶対に小沢さんと二人きりで飲みに行ったらダメだぞ。はい。この様子なら大丈夫そうだな。彼女大事にするんだぞ、俺みたいにならないように。あのさ。はい。この人は。今日のラテ味がしないんだけど。申し訳ありません、すぐに新しいものと。いいのいいの、作ったのユギさんじゃないんだし。でもちょっとこれは飲めないかな。申し訳ありません、この人
常連さんで店員にすごく話しかけてくるんだけど、クレームも多いんだよな。ねえ、ユギさんってさ。はい。今日はシフト何時まで？え？実は知り合いから映画のチケット2枚もらってて、ほら、今は俺って彼女いないじゃん。知りませんが。ユギさん一緒に行かない？あの映画なら見たくない人いないと思うんだよね。そういうのはちょっと。お客様どうされましたか？先輩。いや、ユギさんが俺と映画行きたいって言うからさ。行ってません。ドリンクのことで何か。あ、そうそう、これが薄くてさ、飲めたもんじゃないんだよね。ユギさんが対応してくれなかったら口コミにまずいって書き込むところだったよ。どうしよう。あら、どうかされましたか？え、わあ、綺麗な人。何？別にどうもしないけど。そうでしたか。でも店員さんが困っていらっしゃるように見えたので。は？申し遅れました。私、七熊署の刑事なんです。最近この辺りのカフェの中でトラブルが多いという報告が上がっていまして、もしかしたらと思ったんです。店員さん？はい。もしプライベートな予定や連絡先、出退勤時間を聞かれるようなことがあったら注意してください。え？あー、いけない、俺予定があるんだった。ありがとう、香り、助かったよ。え、お知り合いなんですか？私の大学の同級生なの。そうだったんですか。あの、助けていただきありがとうございました。たまたまランチを食べに来ただけなんだけど、お役に立てたならよかったわ。はあ、かっこいい。ねえスミレ、冷蔵庫に入ってる。その日俺より遅い時間に家に帰ってきたスミレはどこかポワンとしていて、俺が話しかけても上の空だった。スミレ！え？ぼーっとしてるけど何かあったの？ううん、ちょっと今日お店に来てくれたお客さんのことを思い出してて。へえ。先輩のお友達なんだけどね、ちょっと困った常連さんから助けてくれて、すごくかっこよかったんだ。へえ、そうなんだ、よかったじゃん。ちょっと、いおり、苦しいってば。もしかして焼いてる？その人、女性だよ。しかも刑事さん。え？やっぱり焼きもち焼いてた。うん。かわいい。スミレが他の人のこと好きになったらどうしようかと。そんなことあるわけないじゃん。そう前置きしてから、スミレはその日お店で会った出来事を教えてくれた。うわ、かっこいいなその人。でしょ？でも俺の先輩もかっこいいんだぜ。林さんのことを自慢しなくなった俺は、つい昼間会社で会ったことを彼女に話してしまったってことがあってさ、本当に助かっちゃったよ。スミレ？知らなかった。イオリが会社の人に言い寄られていたなんて。あ、いや、それは話したらスミレが嫌な気持ちになるかと思って。本当にそれだけ？うわ、スミレには悪いけど、やきもち焼いてるスミレも可愛いな。本当に地下って何もないよ。そう、ごめんな、嫌な気持ちにさせて。ううん、それにしてもその女性の先輩ひどいね。恋人がいる相手を狙って好きになるなんて。そうだな、きっとその林さんも嫌なことがあったんだろうね。ああ、うん、すみれ、会ったこともない林さんのために怒ってくれてるんだな。本当に優しいんだよな。あ、そうだ。スミレはそう言うと、カバンの中から何かのチケットを取り出した。林さんにこれ渡して。そう言って俺に手渡してくれたのは、カフェのコーヒーチケットだった。その裏には、助けてくださってありがとうございました、というスミレのメッセージが添えられていた。翌日、俺は早速そのチケットを林さんに手渡した。お前の彼女気が利くなぁ。よし、ちょうど昼だ。早速行こう。え？ほら、行くぞ、真田。俺もですか？俺は林さんに連れられて、会社から歩いて行ける場所にあるスミレが働くカフェに行った。早速来てくださったんですね。どうも。真田がいつもお世話になってます。いやいや、こちらこそ。彼女かわいいな。
先輩。あら、またナンパ？あ、いえ、こちらは。どうして香りがここに？そっちこそ、お知り合いなんですか？元カレ。え？昨日スミレを助けてくれた女性刑事さんは、なんと林さんの元恋人だったのだ。すごい偶然だね。うん。私はすぐ帰るからゆっくりしていけば。別にお前がいたって俺は。もしかして会社の女性のせいで別れた恋人が香織さん？実は彼が会社で女性に寄られているところを林さんが助けてくださったんです。すみれ？え、そうなの。相変わらずお人よしね。うるせえ。そういうところ嫌いじゃないけど。え、じゃあね。彼女の背中を見送る林さんは見たことない顔をしていた。林さん。え、香織さんのことまだ好きなんじゃないですか？それは、あの、知らない俺がこんなことを言うのはおせっかいかもしれませんが、香織さんも先輩のこと気になっているように見えましたよ。そうか、連絡してみようかな。いいと思います。それから数ヶ月後、俺は林さんから元恋人と復縁したという報告を受けた。そのことを伝えると、スミレもすごく嬉しそうだった。今度こそうまくいくといいよな。きっと大丈夫だよ。気になるのは小沢さんの動向だが、彼女は今結構大変な立場にいた。先輩、コピー機くんが泣いてます。髪が詰まってただけでしょ。すごい、どうしてわかったんですか？先輩素敵、一生ついていきます。はあ？なんというか、すごい中途社員が入ってきて、彼女はその教育係に任命されて、恋愛をする余裕は当分なさそうだ。スミレ。何？明日仕事休みだよね。そうだけど、イオリは仕事でしょ？うん。でも俺は朝起きるの得意だから、今夜は一緒に夜更かししよう。うん。やばい、寝坊した。ほら、おにぎり会社で食べて。ありがとう、行ってきます。行ってらっしゃい。まったく、朝起きるのが得意って言ってたくせに。お仕事頑張ってね。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ななくまでは、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。